こんにちは。卓球センターの小JP の長富です。今日は粒高の使い方、特にブロックの仕方をお伝えしていきたいと思います。実践を交えながらご説明していきますので、どうぞよろしくお願いします。ポイントとしては、飛んでくるボールに対してラケットをまっすぐ当てるということがポイントになります。上向いてしまったり下向いてしまったりすると、粒がきちんと倒れないので反対回転でのボールがいかなくなります。もう一つはタイミングです。ブロックはタイミングがとても早く、トトンというタイミングでボールに触ってあげることを意識します。またブロックはお腹ではなくバストラインでボールを触るという、この3つを注意しながらやってみてください。ではやっていきたいと思います。今意識しているのは、ラケットがまっすぐ当たる、バストラインで打つ、タイミングを合わせるという、この3つを注意していますが、悪い例もやっていきます。顔とラケットが離れた状態でブロックします。このように正義が効きませんので、入ったとしてもとても優しいボールになります。これでは意味がありません。しっかりバストラインでボールを触るようにしましょう。では次、タイミングです。バストラインでは触れてますが、待ちすぎてしまうと押されてしまって山ボールになりますので、しっかりと足を動かして触りに行くようにしましょう。このぐらいのタイミングで触ってください。では一番最後になりますが、一番大事なことを言います。角度が上向いたり下向いたりしないよう、垂直に当てるってことを意識してください。少し上向きになるとオーバーミスです。今度は逆に押さえたいので下向きしすぎちゃうとネットミスです。完全に入りそうな角度ではないので注意してください。私が一番というか、ラケットの角度ではなく体の使い方として気にしているのが、左手とラケットを添える、こういう近くに置いてブロックするっていうのを意識してます。なぜかというと、体がひっくり返らない、ひっくり返ってしまうとラケットの角度が安定しないので、左手を添えてブロックするを意識してやっています。ぜひ皆さんもやってみてくださいね。ありがとうございました。